なん5票5票票票をいただけるとかっていう話ですか。すいません、あの今選挙中じゃないので、すいませんね、いやすいません、あの5人の理解者を作っていただける、ありがとう、恐れ入ります、本当に恐れ入ります。ちょっと マイク渡して、なんか面白い展開になりそうよ。いいんですか、よかったらマイク持たれてください。頑張るよ。ありがとうございます。お仕事は何関係されてるんですか。ちょっとマイクいいですか、一瞬。お仕事は何関係。昔証券会社の店長やってたんだけど、今どこでやってます。なるほど。今建設関係結構大変ですか。大変だね。なるほど。どこなんですかね、インドネシア人とかベトナム人とか。マイク渡してるけどマイク使わないっていう、なかなか奥ゆかしかったです。ありがとうございます。ちょっと難しいところだな。あ、なるほど。まあ、人手が足らないということで外国からの労働者さまざま手伝いに来てはくれるんだけど、あ、すみません、自民党の安倍さんは悪いやつじゃないんだけど、ちょっと地図がいいからさ、お坊ちゃまなんだ。なるほど。安倍さんのすべ、私は安倍さんと政治的な考え方っていうのは結構対極にあるタイプなんですよ。でも、なんだろう、安倍さんのやってることで認める部分だったり合致する部分があるんです。それ何かというと、景気が悪い時には国がお金をちゃんと出さなきゃダメだよねっていう考え方。これね、アベノミクスっていう名前で、名前を、つけられちゃってるから、それだけで嫌悪感を持たれたりとか、される方いらっしゃるんですけど、違いますよ。あれは景気が悪い時に当たり前に行われる、世界で当たり前に行われる経済政策なんです。まずお金の量を増やそうっていうのが、いわゆるアベノミクス第一の矢ってやつですよね。これって異次元の金融緩和で、第二の矢、これが一番重要なんですよ。これ何かって言ったら、機動的な財政出動、つまりは必要なところにお金をどんどん入れていきながら底上げをしていこうってことで、第三の矢って言われたものはもうどうでもいい。どっちかって言ったら、第二の矢、足りていないところにお金を入れていこうってことを、これケチっちゃったんです。矢が飛ばなかったんですよ、一部の関係者にしか。それで景気悪くなるはずない、景気良くなるはずないでしょ。社会にお金が回っていない状況を不況って呼ぶんですよ。その不況の時に個人でお金出せとか民間が頑張れって、これ限界があります。そんな時はどうしますかって言ったら、国が当然これ仕事を作ったりとか予算をつけたりとか減税したりってことで、社会にお金が回りやすくするんですね。ある意味でこの第二の矢という部分が放たれない、事実上放たれたけれども、ほとんど放たれない、放たれてないのと同じというような状況が作られちゃった。上に消費税上げちゃったんですよ。ダメなの、消費税上げたら。景気が悪い時に消費税を上げる、そんな間抜けな国家は日本だけ。消費税が 5% になったのは1997年、その翌年から日本どうなった、景気むっちゃ悪なったんですよ。そこから日本立ち直ってないんですよ。この立ち直ってない間にも消費税2回上げましたよ。じゃあ例えばだけれど GDP 出そうか、ごめんね、式で出してくれる。今私が簡単にお話しした前段の話、社会が景気が悪い時には何をしなきゃいけないか、その話を GDP をもとにお話をしていきます。令和新選組代表山本太郎と申します。学校で習いましたよね、 GDP。 GDP、 これを構成するものは主に4つです。左から、個人消費、あなたが使うお金、その横が民間投資、その横が政府の支出、その隣が輸出から輸入を引いたもので、国内だけを見るんだったらこの手前の3つ、左から3つ、3番目までなんですね。何が言いたいか、この3つの中で4つでもいいんですけど、一番大きなエンジン、割合を占めるものどれだと思われますか。この GDP のうち一番割合が大きいもの、政府。いかがですか、他皆さん意見。個人消費、変えましたね答えをありがとうございます。そうなんですよ、個人消費、あなたが使うお金、個人消費がこの国の景気で一番大きく寄与してるんですね。この GDP の 4つの構成要件のうち、これ GDP のうち個人消費が6割近く占める、つまりあなたがお金が使えなくなった時には景気弱るに決まってんですよ。それが30年以上続いたらどうなりますかって言ったら、今みたいな状況になる。今みたいな状況って何か、国民の 6.5 人に1人が貧困、一人親世帯の2世帯に1世帯が貧困、
そんな国になっちゃうんですよ。でね、こっち見てくださいね。個人消費、景気が悪い時にはみんなお金使わない、使えない。で、ここがお金を回せなくなった場合には民間投資しますか。物が売れないのに工場を新しくしようとか機械を入れ替えようとか店舗を拡大しようとかってことなかなかしないですよね。個人消費が弱れば民間投資も弱る。合わせて需要が減り続ける、弱り続けたのが日本の30年。そんな時はどうすればいいんですかってことなんですけど、個人が厳しい時、民間が厳しい時は出せる主体は政府しかないんですよ。政府には通貨発行権がありますから、つまりはあなたの財布の中に入っているお金を作り出した人は誰ですかって言ったら国家なんですよ。強大な力を持ってる。仕事を作れるわけです。公共事業だったりとか、それだけじゃない、他にも公共調達、国内で作られた様々な製品を国が買っていくってことさえできる。コロナの時にアメリカは数百兆円レベルで政府調達を大展開してるんですよ。なんでかって言ったら、国内の製造を力つけさせるため、それによって高い給料をキープさせて新たに雇用も作っていくってことをやっていく。それぐらい政府の力っていうのはでかいんです。話戻ります。個人消費が弱い時どうしますか。民間投資も弱ります。だから政府支出しなきゃダメだよっていうのが当たり前なんです。今の日本はどう？30年経済衰退、日本の先ほど見ていただいた30年賃金下がりっぱなしじゃねえかよって話ですよ。世界見てみてよ、時給2000円3000円当たり前ですよ。日本そうなってないよ。他の国とは比べられない。日本は30年不況にコロナが来た状態で、そこに物価高まで合わさったんだから、他国と比較なんてできないって話なんですけどね。だからこそ今この大変な時期に政府がちゃんと支えなきゃダメなんだよって。じゃあ政府がどのような形で支えるかっつったら、まずは景気を良くすることをしないと賃金上がっていかない。企業に対して賃上げをお願いしましたみたいな、神社にお参り行くような話でなんとかなることじゃないんですよ。まずは皆さんに軍資金を持ってもらう、お金を回してもらうための軍資金。そして今かなり物価上がってるとか電気代がこれから上がるとかっていう状況の時には、それをちゃんとみんなが払えるようにするために減税したり、悪い物価高が収まるまで給付金出したり、社会保険料減免したりっていうのを今やらないと、本当にこの国終わるとは言わないけど事実上終わった状態になっちゃいますよっていうことなんですよ。常に経済を安定させていきながら、政府がしっかりと増えたお金は間引いて、そして減った時には投入してというようなバランスを保ち続けるっていうことをやるのが国の一番の仕事じゃないですか。どうしてそれ怠るの。一部の者たちだけしか大きくなってないよ。多くが貧しくなってる。それをあなたの責任だってことにされてる。これだけ不況の状況、株価が上がったっつってその影響で利益が増えた人なんて一握りでしょ。大きく自分に給料上がった、反映された人なんて逆に少ないんじゃないですか。関係ないんです。テレビ新聞では好景気を歌う、煽る、でも実態と合ってない。騙されちゃダメなんですよ。たかだか減税4万円たった1回こっきりでどうにかなるかって、どうにもならない。あんなもん大胆に今やらなきゃどうするんですか。物価高で苦しんでるわけじゃない、30年の不況なんだって話ですね。そのようなことで出発点がどこか忘れてしまったぐらいのですね、今熱を持って話してたんですけれども、景気を良くしていく必要があるな。そして建設業ですね。建設業で先ほどマイク持たれた方働いてるっていう話ですけど、今外国人の労働者の方々が来てるけれども、非常に意思の疎通だったりとかっていう部分で難しい部分がある。あのね、人手不足だからしょうがないって話になってんだけど、もともと外国人をこの国に大量に労働者として入れてきたっていう理由はまた別にあるんですよ。人手不足の話じゃない。より安い労働者を大量に入れたいがためにさまざま壊してきたんですよ、労働の調整弁として。あなたの国にはこんな技術がないでしょ、だったら日本に学びにおいでっていうことで外国の人たちをたくさん来てもらったっていう立て付け、それが実習生でしょ。でも違うんですよ、奴隷労働を拡大したかっただけ。
で今さらそれを開き直って労働力を補填するために新たにさらに大量に入れるっつってる。でもこれっていうのは実は非常に危険な部分もある。どうしてか、あなたよりも安い労働者が大量に流入してくるってことは、これは賃金の上昇圧力っていうものが作りづらくなっていくんですよね。下降圧力が強まれど、非正規労働者ということを拡大していきながら労働者全体に対して賃金を下げていくってことをやって、それが頭打ちになったら海外から労働者を大量に入れるってことを進めてきたのが経団連を中心とするさまざまな経済界だったりとか、それだけじゃなくて政治がそれに突き従っていろんなルールを変えてきた。壊されまくってんですよ、ずっと。ありえない。ジャパンズナンバーワン、世界の中で輝ける日本、胸を張って日本人だと言えるような国だったのに、ここまでこの国を貶めちゃったっていう自民党は本当にもう解散してほしい。統一教会と一緒に、私はそう思うんです。でそれは30年のこの経済不況というのは自民党だけの責任じゃない。間違った経済観というものを持ったまま、それに対して体を張って抵抗することもなく、そういった法律の成立を手伝ってきたりとか、反対はするけれども緩やかに反対をしたりとか、徹底的に体張って戦うみたいなことをやってたのは遠い昔でしょ。私は自民党だけじゃなくて野党側にも責任がある、そう思ってます。そう考えたときに今が政権交代のチャンスだということで、そこにじゃあ乗っていこうということはなかなか言えない。どうしてか、彼ら自身が変わってないから。彼ら自身にこの国の経済を立て直すという処方箋すら持ってないから。2021年の衆議院選挙では私たちは一緒にやったんですよ。立憲民主党と共産党と野党で共闘することに決めた理由は何か、消費税 5% に下げるってことで。私たちは消費税廃止です。でも私たちだけで廃止って言ってても、私たちが政権取らなきゃ廃止にならないわけだから、それいつの話ですかってことになるでしょ。だからみんなのために 5% に下げられるんだったらそれはした方がいいと思って乗ったんです。乗っても私たちプラスにはならない。独自で戦った方が数は増えるから、逆に自分たちが引き下がらなきゃいけなくなるんです。彼らを勝たせるために諦めます、ここの選挙区っていうのを4割ぐらい諦めたんですよ、候補者の擁立を。でも消費税が 5% に下がるんだったら 0% になるよりも弱いけれども下がるだけ、やっぱりこれ経済動くし、それに対して大きな人たちの負担軽減になるからと思ったんだけれども、選挙終わった後に結局野党陣営勝てなかったんですね。どうしてかって言ったら、消費税 5% は共通の政策になったんだけど、なかなか枝野さんの口からそれ出てこないんですよ。アピールしたがらないんですよ。そりゃそうですよね、消費税上げた時の先般なんだから当たり前です。やめるなんて口が下げても言いたくない、下げるなんて言いたくないけれども、選挙のためにそこは乗ってくれたんですよね。で選挙終わった後に何つったかって言ったら、消費税を減税するっていうことは間違いであったって言い出したんですね。つまり何かって言ったら、選挙のために有権者に対して嘘ついてたんかって話にもなり得る、そういうことです。人権問題、憲法問題に関しては信用ができる、私もそう思います。でも一方経済ってことになったら全くの経済音痴ですよ。そういったものには政権担当させるわけいかないんですね。自民党だけでもうお腹いっぱいですよ、はっきり言ったら。これからさらに人々のための経済政策を徹底的に進めるってことをやっていかないと、そう何度もチャンスはない、今なんですよね。そう考えると数を増やした上で野党に私たちの経済政策を飲んでもらう、ビルトインする形での野党の塊になって政権交代していくっていうことをやっていかないと非常にリスクがあるなっていう考え方です。すいません。